ナダです。本日はですね、レアルソシエダ対インテルということでですね、チャンピオンズリーグの首位決戦ですね。ソシエダがですね、今回まあスコアレスドローだったんですけど、まあ得失点差の関係で1位通過が確定したということでですね、これはね、やっぱチャンピオンズリーグの決勝トーナメントでもね、いいアドバンテージになるということで、今回も久保建英、あっ感のパフォーマンスです。でね、久保の細かいプレーはね、夜に上げれたらいいなと思ってるんですけど、もしね、僕の気合次第で上がる可能性があるんで、細かいプレーはそちらで振り返っていこうかなって思ってるんですけど、ちょっとね、どうしても見てほしいプレーが一つだけあるんで、そこだけちょっとね、解説したいなというか、まあレビューしたいなと思ってるんですけど、右サイドで二人剥がすんですよ。その剥がし方ももう、メッシを彷彿とさせるような、すごいトップスピードね、ペナルティエリアの中に侵入して、PK 獲得したんですよ。まあ、PK 獲得と思いきや、シミュレーションで、イエローカード出たんですよね、久保に。それもね、ちょっと面白くて、その審判がね、もう VAR 見てから2秒ぐらいでイエローカード出したのも、なんかもうコントなんですよね。だからちょっとやっぱ久保ってやっぱおもろいなっていうのが、そこでちょっとね、感じるんで。で、やっぱあんだけ綺麗に二人剥がしたら、もうやっぱやりきりたいじゃないですか。けど、あそこで、やっぱダイブっていうその手札を持ててるのが、僕すごいなと思ってて。で、その手札を実際に使えるのもすごいんですよ。あんだけねトップスピードで2人かわして、やっぱあそこでシュートっていう選択肢もあるんですけど、その相手の足が多分もう関節視野かなんかで見えて、あこれ引っかかってる風に見せれるかもっていう、そのあのトップスピードでそこまで頭を高速回転させられるのが、これが久保建英なのかなっていう。もちろんボールタッチも細かいけど、それ以上に頭はもっと早く動いてるんですよ。じゃなかったらあのダイブできないですから。シュート打って相手に当てたりとか、あとね足が見えたからダイブじゃなくて、あこれ打開しきれないからダイブにしようパターンもあると思うんで、やっぱ頭はもっと早く動いてるんだなっていうのを、そこちょっとね、実感するシーンだったんですよね。足をね、引いた相手のディフェンダーもすごいいい対応でしたね。インテルのディフェンスもすごい賢くて、あそこね、ちょっと笑いが勝つ局面なんですけど、思った以上にね、すごいハイレベルな駆け引きが生まれてたんで、あそこちょっと見てほしいなっていう、ちょっと朝早いですけどね。でね、スタッツがこちらになります。まあ、シュートがインテルの方が多いんですよね。枠内シュートは同じぐらいなんですけど、ボール支配率はソシエダの方が握ってると。でね、やっぱね、ソシエダはね、基本的には握ってました、今回。ソシエダはね、いつも通り、やっぱディフェンスライン4枚横並びのビルドアップ。あんまね、プレミアリーグだとなかなかないんですけど、センターバックがボール持ったら、トラオレが高い位置取ってても、センターバックと同じラインに下がってきて、平行で角度取るっていうのがね、多分ソシエダの約束事なんですけどね。まあ、安全に角度を取り切ると。そうすると相手のサイドハーフ、トラオレまで食いつきますよね。で、そこでわざとハマって、フリーになってるスビメンディに刺すっていうね。まあ、それがソシエダのテンプレートなのかなっていう。で、今回のソシエダはですね、まあ、普段だったらオヤルサバルが真ん中のフォワード、センターフォワードなんですけど、今回サディックで、でね、スビメンディとメリーノに入った時に、やっぱ、間延びてるんですよね、フォワードと。で、オヤルサバルとかがワントップの時とかは、結構瞬間的に降りてきて、まあ、スビメンディとメリーノが距離感近くなってるんで、ちょっと刺しやすくしてあげたりしてるんですけど、まあ、サディックはね、結構ずっと最終ラインと駆け引きしてて、まあ、それはもしかしたら今の俺の指示の可能性もあるんで、やっぱね、オヤルサバルの方が器用ですから、ちょっとお前はもう降りてこないで、最終ラインで駆け引きしてろっていう可能性もあると思うんで、ちょっとそこの間延び感気になってたんですけど、やっぱそれでもね、今回左ウィングオヤルサバルで、オヤルサバルが中入ってきたりするんすよね。ボランチとフォワードが分離してて、そこの間に左ウィングのオヤルサバルが入ってきて、中継になったりとか、やっぱオヤルサバルね、そこの距離感を優先して、自分の持ち場を捨てれるっていうのがオヤルサバルなのかなって、それってね、攻撃だけじゃなくて、守備でもオヤルサバルね、中を締めに行ったりとか、オヤルサバルがね、攻撃の時も守備の時も間延び解決してくれるんで、本当に重要な選手だと思います。でね、今回ですね、ソシエダ全体的にやっぱ繋ぐ意識相当高くて、ゴールキーパーのレミーロがですね、普段だったら蹴るところ結構今回は繋いでて、結構僕の中のレミーロのイメージって、蹴るときは蹴る、繋ぐときは繋ぐが、すごいメリハリしっかりしてるというか、まあこれ結構あるあるだと思うんですけど、ゴールキーパーボール持ってて、センターバックも開いてて、アンカーが相手のボランチ背負って降りてきてるときに、アンカーにつける人と、もう蹴っちゃう人って結構分かれると思うんですけど、レミーロ普段だったらスビメンディにそんなつけないで蹴ること多いんですけど、今回はね、ガンガンスビメンディにつけてて、それで本当に失って決定機作られたりとかしてたんで、今回はですね、結構レミーロがスビメンディをしばき上げてたというか、まあもちろんね、それで剥がしてチャンスになってるシーンもあったんですけど、今日はなんか全体的にセンターバックもサイドバックも普段だったらね、同サイドでハマってたら結構蹴るんですけど、それでもね、今回はボランチに刺したりとか、そういった意識が
強かったんで、インテルの攻撃の時間を減らしたいのかなって、まあ、リスクを負ってでも、ジムラ握っていこうっていう意識がすごい見られたんで、ちょっとなかなか、まあ、ソシエダね、もともとポゼッションなサッカーなんですけど、よりポゼッション重視してましたね。で、やっぱインテルのカウンターも相当可能性ありましたね。ティラムのこと誰も止めれてなかったですし、あとやっぱクアドラードですね。クアドラードの、やっぱ時間の作り方。やっぱサイドバックの位置でハマってても、やっぱ相手の逆ついて時間作れますし、くさびのね、差し込むセンスもありますし、くさび差し込んだ足でもうすぐサポート行ってね、追い越していったりとか、そのオーバーラップのタイミングも的確ですし、あの年齢でもね、インテルでプレーできるっていうのはやっぱ理由がありますよね。やっぱもともとね、能力高い選手ですから、年齢高くなって能力落ちても、言うて能力高いんですよ。で、その上でやっぱり年齢重ねた分の経験もありますし、だからもともと多分 IQ 高いですよ、あの感じだと絶対。なんか、全然ね、そこら辺のキレキレのサイドバックよりも、僕はクアドラードの方がいいなって思いましたね。でね、そっからね、ラウタロ・マルティネス入ってきて、やっぱ可能性出ましたね。フィニッシュのボール、まあ、今回吹かしてましたけど、それでも吹かしてるにしては抑えてますし、ヘディングシュートもやっぱり枠いってますから、よりなんかやられそうな匂いがしてましたね。まあ、今回ね、僕ちょっと最速で終わってね、台本も特に考えずに動画回してるんで、こんな感じになっちゃいましたけど、久保建英がボール持つとね、まあ、インテル相手でもやっぱ2、3人来ますし、で、久保はね、2、3人にマーク疲れた状態でも、やっぱ久保のずらすスピードと、運び出しのスピードと判断スピードは、相手3人いても上回れてないんで、久保はやっぱ3人いてもずらせちゃうんですよね。抜き切ることはできなくてもずらせちゃうんで、そっから3人ずらして中差し込んだ時に、サディクもオヤルサバルも、まあ、それこそね、上がってきてるメリーノとかもフリーになってるんで、やっぱそれはね、久保にしかない武器なのかなっていう。やっぱあのずらし方と、あの頭の回転のスピードは、なんならね、そこのね、一瞬の足の運びだけで言ったら、ちょっとメッシーよりも、そこ早いんじゃないのかなっていう。まあ、もちろんメッシーの方がボール持ってる時の質は圧倒的なんですけど、ずらした後の速さとかだけだったら、ちょっと久保も負けてないんじゃないかなっていう。ってぐらい、やっぱり、3人いてもね、ずらしたりとか、ハマっててもハマらないというか、捕まってても捕まえきれないんですよね、久保の場合は。ちょっとね、マンオブザマッチ誰が選ばれたかわかんないんですけど、ちょっと圧倒的に僕的には、久保マンオブザマッチなのかなっていう。あとはやっぱ、オヤルサバルの守備も、すごかったですね、最後。オヤルサバルがゲーム締めたと言っても過言ではないですし、やっぱ守備の時の立ち位置もね、やっぱ真ん中締めて、真ん中締めるとね、サイドに出された時、最後オヤルサバル右ウィングですから、その真ん中締めてからサイドにプレスかけるのめっちゃきついんですよ。しかもフル出場してますし、オヤルサバル。そこ妥協しないのがオヤルサバル。寄せ切ってくれるのがオヤルサバルですよね。まあ、ということですね、今回は、こんな感じということですね。まあ、すごかったです、本当に、ソシエダ。まあ、バルネチアとね、ブライス・メンデスが復帰して、久保建英が怪我しないで、万全な状態で、決勝トーナメント臨めれば、全然優勝できる可能性あるチームだと思ってるんで、ちょっとね、ソシエダね、ぜひ注目してください。久保建英圧巻なんで。ということでですね、この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。